はい、こんにちは、竹俣です。今日は、VAB の初オイル交換挑戦してみます。交換するオイルはレース用のオイルですね、もらったんです。どこやろ、ヤフーさんのスター5っていうショップさんの社長さんからいただきました。10の50ですね。でこれがドレンを抜くエレメントを取る、アダプターです。ラチェット対応ですね。高難で1600円しました。で、ドレン用のワッシャーですね、パッキン。これはスバルさんの純正です。ディーラーです。2つで1600円ぐらいやったですかね。オイルエレメントです。で、これが廃油処理するそのなんかエーモンのやつなんですけれども、600円ぐらいでしたかね。これにオイルを、古いオイルを入れちゃうっていう形です。で、あとはジョーゴですね。ちょっとでかいジョーゴ買ってまいりました。で、またまたスロープ買ったんですけれども、このスロープもちょっとフロントそのまま入らなくて、ちょっと本かまして乗せちゃってます。よいしょ。で、さあ、それでは、オイル交換なんですけれども、まずスロープに乗せちゃうんですが、ギリギリなんですよね。本2冊かましてやっとバンパー当たらんようにはなってるんですけれども、だからちょっと怖いな。全部乗せんでもこれでやってみましょうめっちゃいい加減まずですね、アンダーカバー外すんですけれども、自分もあんまりその外したことなくて、ネジが3つって言ってましたね。ここ外すと一番奥のやつもあるんですよ。で、クリップがですね、何個やろ、クリップはセンター2個とサイドに2つあるのは見たんですけれども、前3つ外さんとあかんのですかね。で、あと奥の1個、意外とあれは外れますね。その外しやすいです、そのボルト、ここですね。うわ、車やばい。なんかまだ止まってますね。これです。引っこ抜くだけなんかな。
すみません、引っこ抜くだけのクリップでした。見えますかね。で、あとゴソって抜けるみたいです。あとこのクリップも2箇所外さんとダメみたいですね。左右ですね。狭い。この後ろ側にもあるんですわ。よいしょ。ですね、クリップが4つですね。とボルト3つで、あとはあのなんかはめ込んであるだけみたいですね。あのタイヤハウスの真横におるんですよ、クリップが。あれをオイルドレン、どれや、ですね、あのあれは何やったんですかね、ここにあのあれがいてます。エレメントオイルドレン、これですね。この子ですね。この子です。何ミリやろ、14ミリかな。14ちゃいますね。17個よっ、17ですね。こういう感じになってますね。プロ。これでいけんすかね。じゃあまずオイル抜きます。よいしょ。硬っ、硬っ、うわ、来た、うわ、ビデオカメラ、やっべ、くっさ、ワッシャーはどっち向きなんやろ。うわ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 、またワッシャーは平らな方がボルト面ですね。ワッシャーは平らな方がボルト面です。よいしょ。割れにドロドロでしたね。さあ、それでは、ドレンボルトを元に戻します。ドレンボルトに
わっしゃの平らな方をかまして、で蓋をしちゃうと、結構硬かったのでメガネで締めちゃいます。うわ、あ、何トルクぐらいやろ、あれだいぶ硬かったですよ。なんぼでも回るいう感じですね。何トルコぐらいやろ、半年転勤やからスバル持ってってし、増し締めしてもらいますわ。こんなもんかな、多分こんなもんやと思うんですけど、なんぼでも回るよ。これで目いっぱいかな、こんなもんですね。 OK、 次はあの子です。うわ、ドロドロや、マジか。この子っすね。この子を引っ掛けます。行くはずやねんけど、あれ、うわ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 、オイル地獄や、うわうわ、マジか、服にめっちゃドロドロ。あれをつけるんですけど、なんかつける前にオイルちょっと染み入らした方がいいとは言うとったんですけど、どうしたらいいでしょうね。ここをちょっとパッキンついてますね、ちょっとオイルで湿らして、でうわ、駅前にねオイルが吸っちゃってますね。よいしょ、
でこの子で締めるんですけど、メッサ道具がメッサオイルまみれですわ。こんなん自分でやるもんちゃいますね、ほんま。よいしょ。これも何トロクで締めるんでしょうか。今度引っかかれへんぞ。うわ、やばいな。あれ。あかん。閉まらん。オイルでツルツル滑ってね、閉まらないんですわ。やべえ。あの汎用オイルエレメント外しがあのツルツル滑って閉まらないので万力で仮締めして明日座る持っていきます。万力も閉まるじゃあ閉まるんですけどね。よっこらしょっと。締めにく。ちょっと仮締めで明日スワルにヘルプします。エンジンオイル入れます。うわ、口がギッチギチじゃないですかこれ。え、やばやばいぞ。このでかい上部やったらちゃんとこう入りきらないですね。マジか。
で、エレメントも書いてますので、一回エンジン回してから、あれやったかな、忘れたんですけど。どんなもんやろ、見えへん、全然。うん、だいたいまあ、あの中間ぐらいまで来てますね。エンジンちょっと一回回してみます。あら、全然ついてない。え、こんなもんかな。全然見えない。あー、ローですね。もうちょい出さんとダメですね。よいしょ。今度はこのオイル、5-30混ぜちゃいます。めちゃくちゃですね。社長がくれたんですよ。あー、めんどくさい。よいしょ。4.5 リッターぐらいです。これ1リットル缶ですもんね。オイルエレメント変えて 4.5 リッターぐらい入れて、3分の1ぐらいです。目安の見えないですね。すいません。これでスバルッチ行ってきます。あ、もうちょい足しといた方がええんかな。もうちょっとだけ足しときましょうか。
どうなんやろ、 4.5 リッターぐらい入ってると思うんですけど、それでグタグタですね、ほんま。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。